後半戦は翔英のキックオフで試合再開となります。キックオフキッカーは16番の高橋が務めます。摂南大学出身。ベアーズリターナーは28番が入りました。28番の西村がリターンを務めます。このキックはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。タッチバックの場合は攻撃権は相手に代わり、相手陣25ヤードからの攻撃という形になります。クラブベアーズ自陣25ヤードからの攻撃、反撃なるでしょうか。クラブベアーズファースター。パスでゴール。ナイスキャッチ。ファースター。クォーターバック3番、右スプリントアウトから逆側に走っていたワイドレシーバーズ82番にパスを通しまして、見事攻撃権更新です。クラブベアーズファースター、パスを投じました。クォーターバック3番は吉田、取りました。ワイドレシーバー82番が手先でした。クラブベアーズ自陣44ヤードからファースターアンテン。今度はランニング枠に託します。ハンドオフを受けて中央突破を図りました。キャリアは45番、約4ヤードのゲインとしています。キャリア45番は川端、北大津高校出身のプレイヤーです。クラブベアーズ自陣48ヤードからセカンドダウン6。パス不成功。ここでクォーターバック3番パスを投じようとしましたが、このパスはたかれましてパス不成功となっています。ダウン1つ失い、サードダウン3回目の攻撃と変わります。クラブベアーズサードダウン6、ボールオンは自陣48ヤード。パス不成功。ここで外へ走り抜けようとするレシーバーへのパスを投じましたが、このパスは大きすぎ、パス不成功となりました。フォースダウンとなります。ベアーズフォースダウン6、パントフォーメーションに切り替えます。このパントは風を考慮し低い弾道のパントとしました。これによりまして翔英陣20ヤード付近でボールデッドとなっています。攻守交代です。現在会場には画面向かって右から左に風が吹いている状況になっています。フィードの中はそれ以上の体感があるかもしれませんが、
これの影響を加味しての低い弾道のパントだったと思われます。さあ攻守変わりまして、今度は昌栄ブレザーズの攻撃となります。ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。交代班、昌栄ブレザーズオフェンスに反則がありました。交代班、フィールドの中に12人いました。アメリカンフットボールはフィールドの中は11人以下でなければいけません。この反則により昌栄5ヤード抜体となります。昌栄自陣16ヤードからファーストダウン15。パスは成功、しかしナイスタック。クォーターバック2番ワイドレシーバー6番にパスを通しましたが、この6番がキャッチした瞬間にベアーズ26番が見事な対応をしまして、ゲインわずか2ヤードにとどめています。パスを通りましたワイドレシーバー6番は大倉、近畿大学出身のプレイヤー。タックルしました26番は真渡、大阪経済大学出身のプレイヤーです。昌栄セカンドダウン13。さらに行きます、まだ倒れない、空いています、独走、タッチダー。昌栄ここでクォーターバックには自らキープしました。相手タックルを跳ねのけ、そのまま一気に独走、倒されまいとそのまま粘っていくうちに、そのままエンドゾーンに走り切り、タッチダウンとしました。ナイスラン、タッチダウン、素晴らしいプレーでした。見事なタッチダウンを決めましたのは昌栄ブレザーズの2番の山西、近畿大学出身のプレイヤーでした。これにより昌栄6点獲得。そしてこのトライフォーポイントのキックも決めまして7点としまして、昌栄ブレザーズ37点、クラブベアーズ0点となりました。昌栄ここでクォーターバック山西の素晴らしい個人技によりまして一気にタッチダウンを決め、試合の主導権を再び握りました。その昌栄のキックオフにより試合再開となります。このキックをエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。この昌栄のキックオフによりタッチバックで終わらせるこのキック力においてもチームのモメンタムを表していると思います。ベアーズこの劣勢の中反撃に転じることができるでしょうか。ボールオン自陣25ヤードからファーストダウン10。さあこれはランプレーで突破します。クラブベアーズファーストダウン、ランニバック45番ハンドオフを託され、中央を一気に突進しまして攻撃権更新としました。クラブベアーズファーストダウン、ナニバック45番は川端北大津高校出身のプレイヤーです。クラブベアーズ攻撃を自陣37ヤードに進めましてのファーストダウン10。
パス不成功。ここでクォーターバック3番横に走り抜けたワイドレシーバー89番にパスを通しましたが、このパスはタイミング合わずパス不成功に終わっています。クラブベアーズセカンドダウンテ、ボールオンは自陣37ヤード。ここで横にプレーを置きます。クォーターバック3番ワイドレシーバー82番にパス通し、キャッチアンドラン図りましたが、しかしディフェンス殺到しまして、このランによるゲインは2ヤードに止まっています。パスターゲットは82番の寺崎でした。大阪体育大学出身。クラブベアーズサーダン8、ボールオンは自陣39ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック3番再びパスにより打開を図りましたが、これは翔英45番がパスカット、あわやインターセプトというプレーでした。パス不成功によりフォースダウンと変わります。クラブベアーズフォースダウン8、パントフォーメーションを選択します。このパントは昭栄陣35ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置での攻守交代となります。攻守攻撃権を得まして、自陣33ヤードからファーストダウンテン。さあ抜けます。まだ行く。ナイスラーファースター。難入33番アイフォーメーションのテイルバックとしてボールを託され、中央突破から右オープンを疾走、一気に大きく前進し攻撃権更新いたしました。昭栄ブレザーズファースター。昭栄相手陣に入りまして、相手陣41ヤードからファースターアウト。クォーターバック2番プレイアクションからのパスを投じ、ターゲットは4番でしたが、このパスを4番キャッチできず、パス不成功となっています。ダウン1つ失いセカンドダウンに変わります。昭栄相手陣41ヤードからセカンドダウン点。これはベアーズナイスディフェンス。何枠26番ハンドオフ託され、左オープン展開しようとしましたが、ディフェンスラインの壁が厚く、これをベアーズ57番が仕留めまして、約2ヤードロスに変えました。タックルしましたベアーズ57番は白江、立命館大学出身のプレイヤーです。
33歳のルーキープレイヤーです。翔英サードダウン12、ボールオン相手陣43ヤード。パス不成功。ここをクォーターバック2番、パスにより突破を図りましたが、ターゲット17番、このパスはオーバースローでキャッチできませんでした。パス不成功でフォースダウンに変わります。翔英フォースダウン12、パントフォーメーションを選択します。このパントコントロールよく、ボールはベアーズ陣5ヤード付近で止まりました。この位置での攻守交代となります。ナイスパン。攻守変わりまして、今度はクラブベアーズの攻撃です。ボールオン自陣5ヤードから、ベアーズファーストダウン10。さあ、まずランプレーから入ります。キャリア45番、ハンドオフを受けて中央突破、約7ヤードのゲインとしています。45番は川端、北大津高校出身のプレイヤーです。ベアーズ自陣12ヤードからセカンドダウン3。さあ、再び中央へのランプレー、攻撃権更新です。クラブベアーズファースター。再び45番川端、ボールを託されまして攻撃権更新としました。クラブベアーズファースター。陣地押し返し、ベアーズ自陣20ヤードからのファーストダウン10の攻撃に入ります。さあ、再び中央へのランプレー、何枠45番、ハンドオフを受けて約2ヤードのゲインとしています。ベアーズ自陣22ヤードからセカンドダウン8。何枠28番、ハンドオフを受けて左オープンを展開、しかしこれは翔英陣ディフェンス集まり力ゲイン1ヤードにとどまっています。キャリア28番は西村、大阪学院大学出身のプレイヤーです。ベアーズサードダウン7、ボールオンは自陣23ヤード。パス不成功。クォーターバック16番、ワイドレシーバー85番へのパスでしたが、このパスは通らず、パス不成功となりました。フォースダウンと変わります。
クラブベアーズフォースダウンセブンパントフォーメーションを選択します。パンターは21番ユキタが務めます。ショーへリターンに入ります。さあまだ行く、これはベアーズ75番がタックルし、なんとか、はい、30ヤード付近で止めました。しかしクラブ、ショーへ相手陣30ヤード付近からの攻撃を得ました。この位置からショーへの攻撃となります。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しているのです。パーソナルファウル、フォースからタックル、クラブベアーズ10ヤードのペナルティーで、ショーエイブレイザーズファーストダウン。先ほどのプレー、タックルがフォースからタックル、首元を引きずり倒すタックルでした。このタックルは非常に危険な行為として反則になります。10ヤードのバッタリという形になりまして、ショーエイ10ヤード前進して攻撃権を得ます。これ切れない。結果、ショーへ相手陣21ヤードからファーストダウン10。翔英はランプレーを選択しました。託されましたキャリア29番、そのままハンドオフを受けて中央突破、一気にエンドゾーンへ駆け抜けてタッチャー。翔英6点獲得、タッチダウンを決めました。ランニング枠29番は柏原、近畿大学出身のルーキーです。そしてキック成功、1点追加、ショーエイブレザーズ44点、クラブベアーズ0点となりました。さらに得点を重ねていきます、ショーエイブレザーズ。そのキックオフにより試合再開となります。このキックオフもエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。ショーエイキッカー48番の永瀬、そのキック力によりベアーズのリターンの機会を奪っています。状況打開できるでしょうか。自陣25ヤードからのファーストダウン10。さあ中央のランプレーを入れました。キャリアは45番の川端、密集点に突っ込みまして約5ヤードの原因としています。
ここでホイッスル。クォータータイム、第3クォーター終了です。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、ショーエイブレザーズ44点、クラブベアーズ0点、攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。